サオとウェイドリールのレビューです。最近毎日飲んでます。マルチおじさんです。今日はこの先日紹介したワールドシェアですね。そしてこちらカルカッタコンクエスト 200HZ、 これにちょっとねラインを巻いていこうと思います。いわゆるこの16ポンドか14ポンドどっちかだよな。14にしようかな。はい、いろんなラインあると思うんですけど、これ気に入ってます。FC スナイパーの14ポンド。7キロなんでね。10キロ来たらやばいのかな。コンセプトは原点回帰。実は今頃ね、ダム行ってる予定だったんだけどね。まぁ、ちょっと都合が合わなくて。行けなくなってしまったんで。行きますよ、でも。近いうちに。ダムでね、どこのダムにしようかって悩んでて、ああいうなんていうのかな、メジャーフィールドのダムに行くのか、もしくは四国のダムに行くのか、どっちにしようかな。あとベイトリール、これやり方ね。これさ、ここに穴があるんですよ、ね、でこうしてこう通します、ね、で押さえます。でもう賛否両論あるんですけど、自分これ貼ってます。もうね、こう貼ってね、で一周ゆっくり回す。みんなどうやってつけてんのかな、初め結ぶ時ね。俺はこうやってね、シールで貼って、でこうやってゆっくりこうやって回してくる。で回ってきたらこうくるでしょ。でここのラインをつまんで、いけない、撮影前に爪切っとくべきだった。爪が汚い、爪が汚いですって言われちゃうんでね。すいません、ちょっと泥作業してるんで、手が爪汚い、はい、ほんでこうやって結ぶんですよね。まあこれいろんなやり方あるんでね、まあ自分はこれでやってます。で何、問題とか生じたことないんでいいんじゃないかな。コメントでね、こう、いや、ここはこうやるんですよっていう意見あると思うんですけど、自分はまあオリジナル、まあ固定できてたらいいかなっていうね。こうやってギュッてギュッと固定できましたね。にしても暑いな。ちょっと開けるか、ここ。いや、閉め切ってるわ。スズムシの声聞こえる。コオロギかな、これ。どっちなんだろうね。でこうやってラインが出てるでしょ。ここね、これ気をつけて、これ切らないように、ほい、OK。でこうしてここ貼った状態でね、こう巻きます。はい、巻けないですよね。回転しちゃいますよね。なのでこういう時にこの 3D プリズムフィニッシュ、これがね重要なんですよ。今ライン巻いて巻こうとして巻けなかったでしょ。テープで固定してあげないといけない、うん、でこれをね、テープをちょっと 3D プリズムフィニッシュで、ここね、自分はこうやって貼っちゃいます。みんなどうやってやってんのかな、うん、俺はこんな感じで。不具合生じたことないんでね、まあ、不具合生じることもあるかもしれないけど、強く固定してあげる。うん、OK。で、この状態なら巻けると。ほら。巻けたよね。ほら。こんな感じでね、ラインは自分は巻いていってます。おお。今日もちょっとダラダラ動画にしますね。短い動画もいいんだけど。基本自分ダラダラしてるんで、ダラダラ動画、まあいわゆる ASMR 動画ですね。このコオロギとスズムシとワールドシャウラと
カルカッタコンペスト 200HG。 これね、このロッド結構パワーあるんですよ。だから俺結構パワーがある竿が好きで、あのエクスプライドもね結構ごついのパワーがあるやつが結構好きだったんだけど、これも俺に合う竿だろうな。はい、巻けました。ちょうど今全部巻きました。14ポンドが100メートル、110ヤードちょうど巻けました。だからこんな感じ。ちょっとライン多いかな。ちょっと巻きすぎてるよねこれ。ちょっと短くした方がいいかも、うん、まあいいや、これでまた調整してやると。これワールドシャウラの 1703R の2、これはねめっちゃバーサタイルなんですよ。でパワーあるでしょこれだと。だからもうねぶっこ抜ける。いやーこれはいいっすわ、はい、ちょっとただ俺もったいないお化けが出るような気がして使えないんだよな。まあ、いや使っちゃうか。僕ね、酒どんだけ飲んでも酒めちゃくちゃ弱いんですけど、あの酒ほとんど飲めないレベルに弱いんですけど、まあ僕飲んでもねあんま変わんないんですよね。あのたまに酒癖悪い人だとさ、酒飲んだらいきなり大暴れしちゃったりわけわかんないことになるってアル中の人とかね、うん、一緒いるけど俺ね変わんないんだよね昔から、うん、でずっと飲んでなくて、最近ねタバコをねもう吸っちゃいけないってことで酒に逃げてるっていう状態です。淡麗グリーンラベル、まあだいたい1日これを2本ぐらいかな。飲まない日もあるよ、飲まない日もあるけど、うん、ということでちょっと軽く酔いながらね、うん、これいいな。これさ僕いつもねこのコルクにねプラスチックついてるじゃないですか。こっちもほらこれね取らないの。1回目の兆候の時は絶対取っちゃダメ。やっぱりねもったいないから、うん、これを取るっていうのはちょっと安易すぎない。僕ちなみにね車買ってねだいたいね2年ぐらいねつけてるから、あの新車の香りを残すために。車買うでしょ、これシートがついてるでしょ、シートカバーとかプラスチックの。あれ全部大体2年ぐらいね、そのまんまにしてる。うん。安易にそれ取るようだと、もったいないお化けが出るんだよね。だから、こういうのは残しておく。特に大事な大事な1回目の兆候の時は、絶対に取らない。まあこれはあくまで俺流なんでね、真似しない方がいいかもしれないけど、このコルクの。1回目のチョークもあって絶対取っちゃダメ、これ重要だから。ああいいな、釣れるかな。典型的な道具バサですけど。はい、カルカッタコンペスト 200HG は、まあ、以前から何度も紹介してると思うんですけど、これね W ってあるでしょ、見える、ほらこれね、ウィンドモード4321、何か分かります？このダブルモードっていうのは、あのこのねカルカッタコンペストってバックラしづらいですよ、うん、めちゃめちゃあのやっぱ DC なんでバックラ、デジタルコントロールブレーキなんでバックラしやすいんですけど、風が手前にバーって正面から風がねガーって来てるっていう時あるんですよ。その時はW モード、うん、をしてあげるとバックラしづらいと、はい、まあ自分はだいたいね常に3か4ぐらいでやってたら、まあバックラほとんどしないね。やっぱり今後そうですね、こういうバックラしない機種 DC っていうのは俺はもう全機種にも標準搭載される時代が来ると思います。ただ釣り業界結構やっぱり進化もそれなりになんかゆっくりな気がして、釣り業界もパソコンとかもそうじゃないですか、あの
ギガとかスペックがそのどん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 進化するように、もうねアイコア7とかねパソコンとは、うん、まあ、そこからさらにもう一個どん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 何進化してるんだけど、もう今後ねこれ DC が安く買える時代が来ますね。ただメーカーさんのそれね端加減だからな、安くできるけど儲けないといけないから高くしようとかっていうこともあるかもしれないから、安くなるかどうかわかんないけど、普通の機種にも DC がついたりしていく時代が来るんじゃないかな。わかんないな。やっぱり銭儲けの秘訣でさ、まあ、業者さんって高く物を売らないと儲かんないから、釣り道具に金使ってもいいよっていう層があるじゃないですか。その層のためにやっぱ高い値段のまま維持していく可能性もありますよね。こうやって酒飲んで眺めるだけでいいですね、ワールドシャウラは。でまたワールドシャウラにねこの軽かったコンクエスト DC200HG 装着ですよ。もうよだれが出ますよね。でこうやって寝る前にこうやって眺めてみたりしてね。でこの辺もあのほぼ使ってない、またこれ一回も使ってないですね。買うだけ買って一回も使ってないというね、随分前に買ったやつじゃないかな、これねいつ買ったのちょっと忘れました。 100HG ね、これでも全然名機種ですからね、やっぱ男の道具っていう感じがして、やっぱりこういう道具はいいですよね。この鈴虫の音とこの軽かったコンクエスト DC200HZ これのコラボに、しかもこのワールドシャウラ、ワールドシャウラのこれもんですよ。ふれもったいないわけが出るっつってまだ取れないんだよね。取っちゃう？取っちゃう？しょうがねえな、取るか。取りたくないけど取っちゃうか、もう下ろしちゃうか。うちの猫ちゃんも来てますね。このサソリがまたかっこいいんですよね。赤のサソギ、ワールドシャロー。こちら。そしてこれ、スパイラル X コア。スパイラル X コアですね。はい、魚を取るためのシマノだけのテクノロジー。そしてトーレ、なんとトーレさんも今日ね、あの協力して、このねテクノロジー、ナノテクノロジーですよ。ナノ、何度も覚えて、マトリックス樹脂を使ってるのね。だからこの製品はトーレのナノラリー技術を適用したマトリックス樹脂をして使用してるんですよね。ナノラリーという技術は複数のポリマーをナノメートルオーダーで微分散することで従来材料と比較して飛躍的な特性向上を実現させることができる、トーレ独自の革新的微細構造制御技術と、ちょっと難しいこといっぱい書いてますけども、はい、ここも取っちゃうかな、取りたくねえんだけど、まあいいや、取っちゃう。おお、いいね。いいね、いいね。ちょっと、明日台風来そうなんで、釣り行けないけど、台風来るよな。いいね。このワールドシャウラのここがガンダムみたいでよくないですか。赤い水星車。それをイメージしてるんですね、これね。赤い水星シャーモデルですね、これね。はい。ということで、今回ね、動画見た方はね、ぜひこのセット買ってもらって、ちょっと、ゼニゲバ感が出るって言われそうですけど、このセット。まあ、だけど、車は買うより安いからな。僕あんま車興味なくてね、なんだろう、超高級車とかさ、欲しい。まあ、一回乗ってみたいと思うけどね、超高級車。5000万ぐらいするよ。ただ、まあ、そんなん乗ってでもね、いやらしいからな。5000万の車乗ってさ、なんかフェラーリみたいな、なんかわけわかんない。俺車あんま興味ないからあんまわかんないけど、高い車いくらでもあるからね、3000万、5000万。中には2億の車もあるからな。まあそれに比べたらまあね、ワールドシャウラー数万円なんで、あの、
これが5万円ぐらいと6万円で10万ぐらいね、このセット、うん、まあこれね、やっぱりそのそうね、いいよねこれはね、やっぱり島の独自の、まあ、車は高いよな、うん、あの2億の車とか買ったろかなと思ったんだけど、一時あのビートたけしさんがさ、あの車買おうとしてさ、2億の車で断られたんだよ、うん、ビートたけしさんが2億の車買おうとしてさ、でさ、何、要するに買う人を選ぶっつって、お前には売らないっていう、そういう高飛車な会社で買えなかったんだけど、数年後ね、あのたけし監督みたいな映画で成功して、それでようやくを買ってもいいよ2億の車みたいな話になったんだよね。なんかやっぱ上流階級の人たちってそれなりの人でないと認めないっていうか、なんかそれなりの地位がある人、名前がある人でないと認めないみたいな、どうもそういう世界らしくて、うん、なんでまあね、まあ、買えないけどね2億の車とか買ったつもりになって、ということで、今日の動画は、ワールドシャウダに、カルカッタコンクリート 301G を装着して糸巻いて酒を飲みながら雑談して瞑想したっていう、そういう動画でした。それではそれとね、次回の兆候ではこのドライブビーバー31、これを1日投げてこれを撮ってます。アメザイ、そして